はい、こんにちは。今日は東大理系の2021年の問題を見ていきたいと思います。問題はこちらです。AB を実数とすると。で、放物線 C、Y イコール X2 乗プラス AX プラス B は、放物線 Y イコールマイナス X2 乗と2つの共有点を持ち、一方の共有点の X 座標は、マイナス1小なり X 小なり0を満たし、他方は0小なり X 小なり1を満たすと。で、括弧1は点 AB の取り得る範囲を図してよ。括弧には C の通り得る範囲を図してよといった問題ですね。まあ、とりあえず括弧1からやっていきましょう。これは共有点ですので、これとこれを連立しましょう。つまり、x2 乗プラス ax プラス b イコールマイナス x2 乗。これをこっちに持ってくると、2x2 乗プラス ax プラス b イコール0ですよと。で、これが、二次方程式がこの範囲に解を持つよと。これグラフを書くとこうなってるわけですね。で、0の時、0と、マイナス1、それから0と1。この範囲に、この1個ずつ関与を持つということなんで、つまり、0の時負で、マイナス1の時正で、1の時正であれば、この範囲に1個ずつ関与を持ちますよね。ということで、つまり、F0、これ FX と置くと、F0 が負であって、F1 が正であって、F-1 が正であれば、この範囲に2つ、それぞれ関与を持ちますよということが言えますよと。で、あとこれ求めると、F0、0代にすると B は負ですよと。F1 はっていうと2たす A たす B。これが正ですよと。それから F-1 は 2-A たす B。これが正ですよと。で、これ B について解くと、B が負で、これが B は、マイナス A マイナス2より大きいと。B は、A マイナス2よりも大きいと。この3つを満たせば OK と。じゃあこのグラフを書きましょうと。AB 平面で考えたときに、B は負ですから、これより下側ですよと。で、マイナス A マイナス2ですから、こういうふうになって、こういうふうになってるわけですね。ここがマイナス2ですよと。で、ここが2で、マイナス2と。こうなってて、つまりここの範囲ですね。この範囲ということになりますよと。で、境界は含まないということですね。で、これが括弧1の答えということになります。で、続いて括弧2です。括弧2は C の通り得る範囲を図してよってことなんですが、これ A、B がここの範囲を動くわけですね。で、その時にこの C のこのグラフっていうのはどんどん移り変わっていきますよね。こう移り変わっていくんですけれども、で、こう動いたところのこの通り得る範囲を図してよということを言ってるわけです。で、これは図示したいんですけれども、XY 平面上で図示したいので、まあ、どっか X イコール X0 とかっていうところで固定して、で、その時のこの通り得る範囲の最小値と最大値を出して、この範囲っていうのを出しましょう。で、最後に X0 をこう動かしていって、グラフを書くという流れでやっていきましょう。で、もう一回言うと、X を X0 で固定して、Y の最小最大を求めたいよと。ということで、Y の最小最大を出す。この範囲を出したいよということですね。まあ、そんな風な流れでやっていきましょう。で、今 A と B がここを動くわけなんですが、これはですね、A が0から2までの範囲の時と、マイナス2から0までの範囲の時で場合分けする必要がありますね。っていうのは、B の範囲が変わってきますよね。A がマイナ0から2までのこの範囲の時には、B っていうのはこれより大きくこれより下。つまり、A マイナス2より大きく0より下になりますよと。で、今度、A がマイナス2から0以下。この範囲の時には、今度はこれより大きくこれより下。つまり、マイナス A マイナス2より大きく0より下と。この範囲になりますね。ということで、B の範囲が変わってくるので、A で場合分けしましたよと。じゃあ、まずこっちの場合を見ていきましょうと。こっちの場合の時で、今、この範囲を A と B が動かした時ですね。で、さっき言ったように、X0 という点で固定しましょう。そうすると、X イコール X0 で固定すると、この式っていうのは、ちょっと並び替えると B を先頭にして、プラス X0A ですね。プラス X0 の2乗と。こうなりますね。X を X0 にして、ちょっと並び替えましたよと。で、今、A と B をこの範囲で動かしますよと。X0 は今、定数と見てるわけです。で、両方いっぺんに動かすと大変なので、A を固定しましょう。A を固定すると、X も固定して、A も固定したので、ここは全部定数になりますね。ここは固定しましたよと。定数。そうすると、B だけが動くわけです。Y と B の関係。で、これ傾き1ですね。つまり、右上がりの直線になりますよと。で、今 B っていうのはこの範囲ですので、A-2 から0まで、この範囲を取りますよと。で、Y の最小と最大を求めたかったので、最小はっていうとここですね。
最大はここですよね。ということで、A マイナス、B が A マイナス2の時に最小、Y は最小。B が0の時が Y が最大ということになって、まず範囲を絞ることができますよと。そうすると、B に A マイナス2代入すると、A マイナス2足す X0、A 足す X0 の2乗。これより Y っていうのは大きく、B が0の時、つまり X0、A 足す X0 の2乗。これより小さいよ。こういうふうに最小最大を絞ることができました。で、今 B が消えたわけですね。で、次、A を固定してたんですが、次に A を動かしましょう。A が0から2まで、この範囲の値、動かしたとき、まだ X0 は今固定したままで、A をこの範囲で動かすと、どうなるかっていうと、今度またこれの最大を求めたいよと。今、Y の最大を求めたい。ので、これの最大の方を求めたいと。で、今これ X0 っていうのが、この傾きなわけですね。この傾きが正なのか負なのかによって変わってくるので、じゃあ X0 が正のとき、X0 が0以上の場合を考えましょう。そうするとこれ傾き正ですからこうなってきますよね。こういうグラフになりますよと。で、A が0から2の範囲ですから、0から2。この範囲で見たときに、これ Y の最大になるときは2の方ですね。A が2のときに最大になりますよと。ということで、2を代入すると、Y は 2X0 プラス X0 の2乗。これより小さいよということで、これが最大になりますよと。じゃあ今度 X0 が負のとき。今度はこれ傾きが負ですから、今度こうなるわけですね。今度0から2まで A がこの範囲を通るとき、今度は最大になるのは0の方ですね。ということで A に0を代入したとき、X0 の2乗が最大になりますよということで場合分けする必要が出てきましたよと。で、同様に今度、最小の方を考えると小さくなる方を考えましょう。これですね。これは、A でくくると X0 足す 1A。足す x0 の2乗マイナス2ですね。これが傾きになるわけです。で、今度はマイナス1以上。x0 がマイナス1以上であれば、これ傾き正ですよね。0以上になるよと。で、今度はこの最小の方を求めたいので、小さくなる方、0から2の範囲で考えたとき、ここが最小ですよね。ということで、a が0のとき最小。0を代入すると x0 の2乗マイナス2ですよと。で、今度、X0 がマイナス1より小さいときはここは負になるので傾きがこうなるよと。で、今度最小を求めたいから今度は2のときが最小だと。ということで2を代入した値が最小。2を代入すると 2X0、プラス2でマイナス2で打ち消し合ってプラスの X0 の2乗こうなりますよと。ということでこんな範囲が出てきました。で、最後この X0 をこの範囲で動かして、このグラフを書いていけばこれが求める範囲ということになります。では最後、グラフを書いていきましょうと。ちょっとですね、グラフを書いたんですが、この赤い線がこのグラフですね、赤のグラフ。この青い線がこの青のグラフ。で、この黒い線がこの黒のグラフですね。放物線になりますよと。で、今これ考えていくと、マイナス1より小さいときは、赤から黒ですね。つまり、赤の線から黒の線。ここマイナス1はここですね。これより下のときに赤から黒。この範囲を取りますよと。Y の値。で、次、マイナス1以上0より小さいときには、青から黒ですね。マイナス1から0のときには、青から黒。ここの範囲ですよと。で、次、0以上のときには、青から赤ですよと。青から赤。この範囲と。いうことですね。ということで、結局、こんな、この、斜線の部分の、が通る範囲ということになりますよと。で、今こっちの場合を考えたわけです。で、同様にこっちの場合も考えていけば OK だと。で、今度これは A をマイナス A に変えればこうなりますよね。A をマイナス A に変えるとこれの式。ということで、これ A をマイナス A に変えて同じように求めていくと、ちょうどこれ Y 軸で対称になるようなグラフになるわけです。で、これ対称になるので、つまりこの赤いグラフがこっち側にもできますよと。こんな風になって、こんなグラフがこっち側にできて、で、同様に考えると、こっち側、ここの部分も入りますよと。そして、ここの部分も入りますよと。ということで、結局、この赤い線、この赤い線、より下側、そしてこの赤い線、この青いところ、赤い線、この部分が求める、範囲ということになります。で、境界は全部、イコールが入ってないので、境界は含まないということで求めることができました。
はい、今回は以上になります。ありがとうございました。